YouTube をご覧の皆様、こんにちは。ですね、今日はですね、念願の瓦が届きましたっていう話ですね。これ瓦さんが来ましたよっつ話です。ですね、これも大夢の河原さんですね。これダニじゃないですよ。一応1400かな、サイズ的に1400の河原に今日はちょっと入れ替えたいと思います。さすがにあれだったじゃないですか、ダニが発生してて、河原の中にですね、もうダニがすごいんですよ。もうダニの死骸が山になってました。で、これはまずいなっつうことで、入れ替えてみたいと思います。1個これ850円だったような気がしますね。購入先は、大クワガタのモンスターです。それで今日はこれも買ってみました。FE3 プラス、まあこの殺菌効果がある、まあスプレーっていうんですか、これを使ってですね、まあこれから使うスプーンとかああいうやつをね、これで一回洗浄して、それから、瓶に移そうと思います。まあその前に一回この禁止瓶に穴を開けたいと思います。とりあえず一回音質のちょっといい音ですね。 24.6、 中が 24.6 度になってます。いいですね。まあとりあえず中一回見てみましょう。こんな感じになってますね。この真ん中にね、高くなるものを置いて両サイド低くなるように、だから真ん中もうちょっと高さこのぐらいでも多分入ると思います。なんで今日交換する禁止瓶はですね、瓦の禁止瓶、YGK YG866 の禁止瓶2本とスーパーダイマジンゲネシス、それとダイマジンの瓶になります。これですね、もうほらすごいでしょ、ダニこれすごいですよね。これ表面にダニが出てきちゃってるんですよ。もう中の瓦のダニがですね、中にもうすげえんだわ。これちょっと分かりづらいかもしんねえけど、すごいんだわ。もうダニがすげえんだわ。もう死骸がね、山になってんだよ。ダニの死骸がもう、ほんで、もう触痕がね、もうだいぶ、すごいでしょ、これ。なんで、中の幼虫の状態は多分いいと思います。それとですね、あと、これかな？ほら見てください、この白い好みのこれダニの死骸です。ほらすごいでしょこれ。瓶の中のダニがですね、このね、ダクトっていうんですか、ここから出てきてんですよね。だからここほらすごいでしょ、瓶のとこに、あ、ちょっとピント合ってお願い、ピント合って、ここにもうすげえ、これ白いのダニだから、これ、お、あったあった、これすげえから、これもう死骸だから、ダニの死骸。今回ですね、これ最初に買った時はプリンカップ400のプリンカップに入ってたやつを私がこれ800に移したんですけど、それが8月4日の話です。で今日はですね9月の17日なので、まあ1ヶ月ちょっとしか持たなかったんですよね。なんで今日はこの800からいきなり1400に行くことにしました。で、これ
YG の866ですね。すごい小さかったんですよ。このぐらいだったんですけど、なんかさっきっていうか見たんですけど結構大きくなってましたね。でタイミング的にはですね、まだ映すのがちょっと早いかななんて思うんですが、ダニの発生とあとちょっと幼虫の様子とかも見たいんで、今日はとりあえず6本、河原菌糸6本、この瓶ですね、これをですね、6本をちょっと入れ替えて、瓶の更新をしたいと思います。あ、これなんかすげー食べてんじゃん、もうすげーすげー。でちょっと私が今からやるんですが、多分間違ってるところあると思うんですよ、やり方間違ってるよ的なやつが多分あると思うんで、まあ、その時はコメントでちょっと教えてほしいですね。次の瓶交換、あ、今日はあのこの瓶だけ6本交換しますが、次ですね、Gポットの方も4本注文したので、今日はとりあえず6本だけ交換して、次に Gポット交換の、お、なんだこれ、でけえでけえでけえ。あ、それでですね、今日はね重さも測りたいと思います。初めてのちょっと経験なんで、ちょっと重さも測ってちょっと楽しみだななんて思ってますね。
れ出ちゃったとかですか、ちょっといいですか、いいお家じゃないですか、これ25円、こい、どうでしょう、どうでしょう、13グラムですね。ということは、YG86 ブロックが14だったんで、スーパーダイマジン13ですね。スーパーダイマジン13グラムと、
うまく取れてるか分かんないんですけど、一応結果としてはですね、 YG866 の 14g1 頭、あと大魔神 13g1 頭、あとスーパー大魔神ゲネシスが 9g、 あと大魔神 5g、 ゲネシス 7g で YG866 が 8g ですね。なんでどうなんでしょう、もうちょっと次の瓶交換あるのかな、その時に多分でかくなってると思うんで、まあ音質があるんで、ちょっと今回はちょっとグダグダな感じなんですけど、まあね、重さも測れたんで、タニタのこれと重さ測れたんで、次はですね、Gポットの方の禁止瓶が明日あたり届くと思うんで、その模様も後で動画で配信しますんで、お楽しみにしてください。まあ、なんかアドバイスあればお願いします。そういうことなんで、今回は瓶の禁止瓶の更新、河原禁止編でした。ご清聴ありがとうございました。バイバーイ。はい、ということで、禁止瓶を、温室に今のところ全部入っております。真ん中がね、高くてもですね、ある程度高くても入るんですよ。なので問題はありません。ほら入るんですが、この後ですね、多分明日ですね、この G ポットの、禁止瓶が届きます。1200と1400、2本ずつ届く予定です。なんで明日もし交換した場合ですね、ちょっと音質には全部入らないかもしれません。なのでちょっと入れ方とかちょっと工夫して入るようにちょっと考えてみたいと思います。もしかするとですね、音質をで更新して大きくする必要があるかもしれませんが、それをやってしまうとキリがないので、まあ入らないのは入らないで、ちょっと比較のために音質入れないで浮かさせるのもありかななんて思ってます。そういうことなんで、今回禁止瓶の更新ということで、ご清聴ありがとうございました。次は G ポットの更新で、禁止瓶の更新で会いましょう。